宇治茶は日本の緑茶。京都府、奈良県、滋賀県、三重県の四府県産茶を京都府内業者が京都府内において京都府南部の宇治地域に由来する製法により仕上げ加工したもの。静岡茶、佐山茶と並んで日本三大茶と言われている。鎌倉時代から生産されていたと考えられ、室町時代には将軍家をはじめ室町幕府の有力武将により、 栽園が設けられた。戦国時代には、新芽に当たる日光を遮って、茶の旨みや甘みを高める福火栽培の栽園により、日本を代表する高級茶の地位を固め、江戸時代には幕府に献上される、お茶つぼ道中が宇治から江戸までの道中を練り歩いた。宇治地方は京都宇治川の水運で結ばれていた上に、地形、気候が茶の木栽培に適していた。雨が多いものの戦場地で、 水はけが良く、寒暖差があり、宇治川から立ち上る川りが新芽を、総外から守った。福下に使う良しも、近郊で取れたためである。現在の市町村区割における、京都府内の宇治茶産地は、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久瀬郡久美山町、鈴木郡の井手町、宇治田原町、相良郡の笠木町、和塚町、清華町、 南山城村である。鎌倉時代初期、日本に喫茶の習慣を広めたエサイは層から持ち帰った茶種を、間へた茶壺に入れて、妙園に送った。妙園はその茶種を、京都の北、戸賀能の鉱山寺に近い深瀬の地に植え、その後、宇治の地にも発色した。13世紀半ば、後佐賀天皇が宇治を訪れたのを機に、平等院に、小松左園、小畑に、 西の浦佐園が開かれ、この地で本格的な茶の栽培が始まった。南北朝時代には、戸賀農で生産された茶が、本茶とされ、それに続くとされていた醍醐や宇治の茶は、筆茶と呼ばれた。南北朝時代から室町時代にかけて、茶の産地の違いを飲み当てて、点数を競う、当茶という遊びが流行した。はじめは、本茶と筆茶を比べ当てる遊びだった。 やがて数種類から十数種類の茶を比べ当てる遊びに発展し、他産地とは異なる香り、味を持った茶を生産しようという傾向が生まれ、様々な産地の茶が生まれる要因となった。1374年、豊原信明が、格王院僧上に、宇治茶を献上したことが、信明期に記されるが、これが、宇治茶という語の書室である。 南北朝前期から中期にかけては、戸がのお茶に次ぐ存在に過ぎなかった宇治茶であるが、足利義満の日後のもとに発展の時代を迎え、南北朝末期から15世紀半ばにかけての発展ぶりが目覚ましく、一条金吉が記した、釈宗往来には、宇治は東大近代のご昇願と表現されている。1564年、宇治七名園が成立し、 分類創人儀に、その存在が記された。宇治茶発祥の地万福寺門前の駒ひずめ家芸死、ひかまく時代はじめの1207年、宇治の里人たちが、茶の種を植える方法に苦慮していた際、たまたま通りかかった、当時では、茶文化の主流とされていた津賀の小高山寺の妙へ、商人が畑に馬を乗り入れ、できたひずめ市に、茶の種をまくように教えたとされる。 津賀山の尾上の,の茶の木は手植えて、あとぞ、生ふべし駒の足影は、明恵商人の短歌。この明恵伝説を記念した石碑、駒ひずめ影絵石碑は、満福寺門前に、大正十五年に、宇治軍茶業組合により建立されたものである。天正二年三月二十七日、織田信長が南都への下校途中に、宇治に立ち寄り、茶摘みと清茶の風景を見物した。信長は、 茶師の森彦衛門をご茶りとして宇治座との支配を明治。森氏は、信長氏去まで宇治の茶業界で重要な役割を担うことになった。千利休は、津田総久、今井隆久に次ぐ立場の茶道であったが、信長氏後に豊臣秀吉に抜擢されて、天下一の茶の湯者としての地位を固め、ただの茶道を超える存在となった。利休は、宇治茶業界の統制に、 強力な姿勢で臨み、皇術の神林氏と協力して、宇治茶の地位工場に励んだ。1582年、本能寺の変後に政治を継承した豊臣秀吉は、森氏を尊重しながらも、新進の茶種神林氏を積極投与し、宇治茶に対して、こよなく愛情を注いだ。天正12年1月、秀吉は、宇春里以外のものが宇治茶と称して、 茶を販売することを禁じた。同年3月29日、吉田金美は茶の購入と茶見物を兼ねて、宇治を訪れ、宇治一番の繁盛所である神林市の聖茶場には48もの焙煎炉が並び、500人ほどの茶仙人がいたと記すと同時に、森市の聖茶場は神林市の3分の1ほどであったとも知るし、神林氏が急速に頭角を表して、 森氏が衰退しつつあることを表した。神林氏は、秀吉政権下で着実に地位を固め、宇治郷大官並びに、茶頭取りとして、宇治茶生産の現場に君臨した。一方、利休なき後の茶の有名人の称号は、古田織部に受け継がれ、宇治茶との関わりにおいても、利休のやり方を継承した。この安土桃山時代に、宇治茶は、天下一の茶としての地位を固め、 最盛期といえる繁栄を続けた。オリベの弟子、小堀演習も宇治茶業界に大きな影響力を持ち、宇治茶師に好んで使われた朝日焼きを開けようした。天正19年3月15日には秀吉が茶摘見,見物に宇治を訪れている。戦国時代後期から江戸時代初期にかけては多くのキリスト教宣教師が来日し、彼らは不況に励むと同時に日本の生活、 風俗を本国に伝えた。ルイス・フロイスの日曜文化比較や、ジョアン・ロドリゲスの日本教会史などが日本の茶について触れている。中でも日本教会史は1600年前後の宇治茶の特徴について詳細に記している。この時代も、カンバヤシシ一族が茶業界の中枢に君臨しており、福化栽培や茶の移植といった技術がすでに行われていたこと。 宇治茶の出荷量は全部で300ピコであり、上質の茶の壺一つは金一枚以上の価値を持っていたことなどが記されている。宇治茶の茶名のうち、初昔、後昔などは、慶長年間より用いられていたとされる。佐道の小堀演習の働きなどもあって、1638年以後は宇治茶のほとんどが茶名を付して呼ばれるようになった。江戸中期以降、 宇治の菜園には他に、例のないくらい高い年貢が課され、大衆が日常的に茶を飲むようになったことで他地域にも茶産地が広がり、宇治茶は茶用の時代を迎えた。しかし1738年、宇治田原の長谷総園が宇治茶製法を確立。総園や茶商山本や梅佐沖縄によって江戸で大々的に販売され、宇治は 煎茶の産地として復活した。宇治茶製法は南山城から現在の主要産地である山和国、大海国、伊勢国などへ伝わり、幕末までには全国の茶農家に普及したとみられる。1834年、宇治で玉露製法が創生されて以後、福火災炎が急速に拡大した。平等院正門前にある宇治製茶記念碑。19世紀後半。 開国と同時に、煎茶は、主として、アメリカ合衆国向けの重要な輸出品となり、品薄で価格の高騰を招いたことから、煎茶栽培は全国に広がった。京都府内でも、宇治田原やわずかなど、現在の主要産地での茶栽培が、盛んになった。しかし、生産量の急激な増加によって、蘇生卵蔵茶が出回るようになったため、茶業者と政府は、 茶業組合を組織して取締りに努めた。1879年、横浜で第一回製茶共振会が開催され、内務卿、伊藤博文、大倉卿、大隈重信の連名で、宇治製法に特別賞が与えられた。1884年、粗悪品追放や茶業の改良のために、京都府茶業組合取締所と、各軍単位の茶業組合が結成された。 1917年、第2回全国製茶品評会が宇治町で開催された。1919年、伊勢田の西村翔太郎らが、引き茶乾燥機を考案した。1925年、宇治に茶業研究所が完成し、茶の栽培や製茶の研究が行われた。1926年には、京都府立絆の学校に茶業科が設けられ、 全国唯一の茶業専攻家として、後継者育成に努めた。昭和時代に入ると、茶の輸出量は減少し、引き茶製造の機械化が進んだ。太平洋戦争中には、協定価格や工程価格が定められ、茶業組合は解散させられた。玉露や引き茶は贅沢品であるとして、茶畑は芋などの食料畑へ転換させられ、 生産量は大きく落ち込んだ。京都府の荒茶生産工は戦後しばらく700から1000トン前後であったが、1955年頃から急速に回復し、1960年代後半からは現在におけるまで3000トン前後で推移している。1961年には宇治茶の登録マークが商標登録された。1981年、京都府茶業センターが 富士市に建設された。現在もブランド茶の一つとして全国に販売されている。前述の茶種神林市の経譜を継ぐ神林春松、本店、福寿園、辻里、伊藤九右衛門など、京都府南部に本社をく製茶、茶販売会社も多い。2015年には文化庁認定の日本遺産の一つに、日本茶800年の歴史散歩として、京都府南部が選ばれた。 一般的に、宇治市のお茶とイメージされているが、宇治市の菜園面積はわずか80ヘクタールほどであり、自治体内に100ヘクタールの菜園面積を有することが条件となっている。全国茶サミットには、宇治市は茶業の本社が多いことなどから、特例でメンバーとなっている。現在、京都府内における宇治茶の主産地は、相良郡和塚町、南山城村。 続き郡宇治田原町などの周辺地域である。平坦部の左縁は、宅地開発などにより減少しているが、山間部では増加している。また、宇治市と市街地が連端し、かつては同じ宇治郡に所属した京都市、伏見区大後地区においてもわずかではあるが、茶畑が残されている。宇治茶は、観光地宇治を代表する土産物として著名である。 宇治市中心部の宇治橋通りや平等院通りには茶店がの木を連ね観光客が茶を飲んだり購入したりする光景がよく見られる。茶畑の景観や茶丼屋など茶産地であること自体を観光資源として活かす動きが活発である。京都府が京都市の中心街と周辺以外へも観光客誘致を図るもう一つの京都プロジェクトにも京都府南部が お茶の京都として加えられ、2017年には、官民連携の観光地経営組織として、お茶の京都ダモが発足。2017年度にイベントを組み合わせた、お茶の京都博を実施した。南山城村は、2017年4月に開設した、道の駅の名称を、道の駅お茶の京都南山城村とした。製茶会社も、茶製品を販売するだけでなく、 神林春松本店が、宇治・神林記念館を、福寿園が、福寿園茶遊楽パークや、福寿園茶ト屋ヤストリートを開設している。宇治茶を含む日本茶は、日本国外在住者にも人気が高まっており、茶産地を訪れる訪日インバウンド観光客も、増えている。星野リゾートは2018年1月30日、インバウンド観光客の呼び込みを視野に、 京都府及び和ず町と宿泊施設の進出協定を結んだ。この他、藤田原町内では、宇治茶の歴史上重要な人物である長谷総園の成果が土曜日と日曜日に公開されている。現在も玉露や抹茶を中心とした高級茶の代名詞となっているが、近年の食品の表示基準の厳格化の波を受け、 社団法人京都府茶業会議所が2004年3月25日に、宇治茶は歴史、文化、地理、気象等を総合的な県地に鑑み、宇治茶として共に発展してきた当該産地である京都、奈良、市が三重の四府県産茶で、京都府内業者が府内で仕上げ加工したものである。ただし、京都府産を優先するものとする。と、宇治茶の定義を決定した。しかし、 その具体的な割合の数値は公表できないとしている。この基準は、前年の2003年4月に試験的に導入した、船井産、茶葉50%以上でブレンドは、奈良、市が、三重産に限るというものが船井産茶葉の不足などから、製造及び、生産団体の承認を得られず、新たに導入したという経緯がある。なお、宇治茶、ブレンドとは、 宇治茶を50%以上を使用したものとしている。ありがとうございます。